ッドを走らせる方法、という話ですけれども、まあ、グリップエンドをよく止めて、ね、ヘッドを走らせるという方いるんですけど、グリップ止まったらヘッド走んないんですね。これ揺れていくとどうでしょうか。ヘッド走らせることができるんですけれども、どうしてもヘッドの揺れる量が多いんですね。ただこのグリップの真ん中の部分をつまむとちょっと動くだけでヘッド走るんです。このぐらいでちょっと走らせるだけでこうやって動くんですね。エンドの方だとこのぐらいの揺れじゃ動かない。このぐらいの運動量でどうでしょう、こうブランコのようにうまくタイミングを合わせるとちょっとした動きでこのようにヘッドの先が動く、まあ、ブランコの感覚でいうとこの3点ですね。根元と真ん中と、ヘッド、グリップでいうとこの真ん中のこの部分ですね。この部分を意識していくとヘッドが、走るんですね。まあ、先を走らせるためにはこのように、支点を作って揺らす3点ですね。まあ、鉛筆とかね、そういうものを書くとどうでしょうか。このように後ろ側が動くでしょう。このように前側の先をコントロールするためには後ろを非常に動かさなければいけない。ゴルフでいうとこのグリップのこの部分とエンドとヘッド、この3点で、コントロールするということになります。そうすればこのように、ね、ヘッドを走らせる感覚というのは非常に、簡単にできます。ヘッドだけ走らせようとしている方がとても多いので、根元の動きとその真ん中の支点を作って、支点を変えていくと本当にヘッドを走りますから、まあ、お箸とかね、鉛筆とか使う時の感覚と同じです。やってみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。